勝沼醸造は山梨県甲州市勝沼町市も岩崎にあるワインメーカー。1937年、有賀義近は現在地で製紙業を営む傍らワイン作りを始めた。その4年後の1941年、近隣の農家29名が集まり、金山武道酒共同醸造組合を設立した。1949年、税務署からの指導もあったことから、 金山ぶどう士株式会社を設立することとなった。その翌年、ありが清弘が二代目を継承し、同時に果実種の種類製造免許を取得した。1954年、町村合併に伴う町名変更を契機に、勝沼醸造株式会社と解消した。1973年、1946年から始めた清涼飲料水の製造販売を中止する。 ことにし、ワインブドウ果汁の製造販売を専業とすることになった。1990年、ワイン用ブドウ園での試験栽培を開始した。1999年、有賀祐二が三代目を継承し、同時にワイン用のブドウ園の拡張と配送センターを新設した。2004年、公衆ワインの新ブランド、アルガブランカを発売し、販売を開始した。 2016年、ワイン用武道園を拡張、現在に至っている。勝沼醸造の特徴は、公衆種武道へのこだわりと、公衆武道だけを使っての本物のワインを作ること、公衆への愛着と信念を抱いていることである。もともとは、土産用ワインのブランド、アルガブランカだったのが、現在では、世界が認めるワインに成長した。人と自然の関わりによる表現がワインであると、 考えている。日本のどう栽培とワイン作り発祥の地、勝沼における長年に及ぶ取り組みが経験と技術になって、日本ならではの味わいを醸し出している。恵まれた自然の恵みを最大限に活かすため、余分な肥料は使わない。あえて何もせず豆に手入れをし、病気を未然に防いでいる。土壌に関しては、石灰などを使って土壌改良を行い、 ブドウの持つ可能性を最大限に引き出すこと。ブドウ栽培に関しては、柿根式栽培により果実を制限している。ブドウの房を小さくする、そのことで甘みの強い、味の濃い、糖度の高いブドウの栽培を目指している。その他、逆進糖膜濃縮装置の活用や、氷結濃縮法を採用するなどして、世界に通じるワイン作りに挑戦している。ありがとうございます。